はい、こんにちは、レトスのおのです。9月14日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。困難の中に機会がある。これはアインシュタインの言葉です。今の時期に解けない問題がどんどん出てくる。一つの困難と言えるでしょう。でも、解けない原因が明確になれば、それに対する対応策を考えることができます。その対応策が正しければ、ぐんぐん実力は上がります。つまり、解けない問題にぶつかった時に、なぜ解けないのかを自問自答することが重要です。 独学や通信講座、予備校に通っている方も含めて、考えずにとりあえず復習する、問題を進める、という方が多いです。これでは同じ間違いの繰り返しで、一向に実力は上がりません。単に覚えられていない、問題文を理解できていない、似たような問題と混乱していた、そもそも単語の意味を分かっていないために問題が分からない、など、いろいろ原因があります。まずは原因追求から始めていきましょう。 それでは本日の3問に入っていきます。賃借人が賃料を支払わない場合、賃貸人は賃貸した建物内にある賃借人所有の家具類や時計や宝石類に対しても先取り特権を有する。丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。え答えはこれ、丸ですね。先取り特権っていうのは、 別の債権より優先して先に取っていくことができる権利なんですね。まあ先に取っていく権利、特権。まあ漢字の通りってことですね。で、先取り特権っていうのは法定担保物件と呼ばれるものです。つまり、債務者の債務不履行があった場合、当然に先取り特権が発生するんですね。今回の問題で言うと、賃料を支払わない場合、 この場合にもう自動的に先取り特権が発生するんだっていう風にもう法律で定められているんですよ。だから法定担保物件って呼ばれるんですね。つまり当事者での先取り特権つけますよ、いいですよっていう合意は不要だって話なんですよ。先ほども言った通り債務不履行があったらもう当然に自動的に先取り特権が生じるんだっていう風に法律で定められているんですね。で、不動産賃貸の先取り特権っていうのは建物の賃貸借の場合 賃借人がその建物に備え付けた動産及び賃借人の自己使用のために持ち込んだものの上に存在しますしたがって賃料を支払わない場合賃貸人は家具とかあと宝石とかそういったものを差し押さえることができるという話なんですね、まあ、このあたりはもう理解すれば当然だと思っていただけると思いますで問い2ですね宅建業者 A が一段の宅地建物の分譲を行う場合について A は分譲の代理を他の宅建業者 B に依頼した。B は単独でその分譲のために現地案内所を設置した場合、案内所においては B のみ標識を掲示すればよい、ルか×かという問題です。で答えは○ですね、えー。案内所に、えー、標識を掲示する義務があるのは案内所を設置する宅建業者ですで。今回の問題文で言うと、B は単独で 現地案内所を設置したと書いてあるので、B のみ案内所においてえ、標識を掲示すればいいということになります。で、分譲会社っていうのは、現地え、つまり分譲地に標識を掲示します。つまり、A が分譲会社、分譲業者なので、A は現地、分譲地に標識を掲示しなければいけません。 これ基本的なところなんですけれども、覚えられていない方、整理できていない方、非常に多い部分です。また問題文はしっかり読んでいただければと思います。読み違いで間違えることはすごくもったいないので、ちゃんと問題文は読みましょう。そしてこの問題で重要なのは、先ほどお伝えしたポイント以外にもあるんですね。でそれは問題文の読み方になります。で、この点については個別指導の方のみお伝えいたしますので、個別指導の受講紹さんは 受講者専用のメルマガからご確認いただければと思います土井さんですね、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、地対なくその旨を知事に届け出なければならない、マルかバツかという問題です。で答えはこれ誤りですね え工事の許可を受けた後に工事の計画を変更するときは原則知事の許可を受けなければなりません今回の問題というのは許可ではなく届け出になってますねこれが誤りだということですえただ例外的に軽微な変更であれば知事に届け出をするだけで大丈夫ですで問題文はきちんと読みましょうこの解説を1回読んでえどういうことってもし思ったのであればそれは問題文理解できていない証拠です つまり理解学習の重要性が分かっていたとしても実践できていないということなんですよね。で、実践できていないと実力は上がらないので、ちゃんと理解学習を実践していきましょう。そして今販売している予想模試の解説の中身を少しお見せしたいと思います。あなたがお持ちの予想模試の解説、市販の予想模試や予備校の予想模試の解説とぜひ見比べてみてください。何が違うのか。 またどうしたらこれから合格を目指すことができるのか、そこまでお話ししておりますので、左上の動画からぜひ内容をご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。